皆さんこんにちは、マサです。本日は夏にぴったりの縛りプレイをやっていきたいと思います。ルール、使えるポケモンはヒマナッツのみ。瀕死になったヒマナッツは使用禁止。現実でヒマワリの種を植えます。ヒマワリが発芽した場合、そのヒマナッツは戦闘に復帰できます。ヒマワリが開花した場合、ヒマナッツをヒマワリに進化させることができます。ヒマワリが枯れた場合、そのヒマナッツは永久に使用できなくなります。現実の草丈よりもレベルが高いヒマナッツは戦闘で使用禁止。1センチイコール1レベルで計測します。無敗のヒマナッツにはレベルの上限はありません。つまりレベル50のヒマナッツが瀕死になった場合、発芽しても現実で50センチ以上育てないと戦闘では使えなくなります。ジムバッジをゲット、ヒマワリが発芽した場合、新規ヒマナッツを1匹追加できます。アイテムの制限、 HP の回復と復活、戦闘補助アイテムに関しては制限を設けます。それ以外のアイテムは制限なしです。その他の細かいルールに関しては概要欄に記載しておきます。今回プレイするのはポケットモンスターホワイト2。目標は殿堂入りです。それではやっていきましょう。ポケットモンスターヒマナッツ、では始めていきましょう。最初のヒマナッツは先ほど捕まえた白星くんです。1匹目なので野生のヒマナッツを捕まえました。一旦白星のレベル上げをしましょう。これやられちゃった場合大変なことに、最悪この企画今日1日で終わっちゃう可能性があるので怖いねこれ。いやー、レベル2のミネズミとかヨーテリーとかが出てくれれば一番いいんだけど。頼む、長老猫レベルはいける、いける、いけるぞこれ。大丈夫、そんなに効かないと思うよ。初勝利いけんじゃないかこれ。ヒマナッツ史上初めてだぞ、この最初の戦いに勝てるって。いけ、頑張れ。あー、2段階上げてこれなんだ。これ積んでなかったらやばかったね。いいぞいいぞいいぞ、白星を飾れ。いいね、ちょっとまだレベルは上がんなかったけど、よし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 、よくやったぞ。初戦勝利初めてだ、今日非常に運がいいぞ。レベル4か、いけるよな。でもレベル4同士なら逃げるぞ白星、これはちょっと本当にシャレにならないから。よーし、あぶねえ危なかったナッツ。にらみつけるされたら逃げよう。にらみつけるが逃げる合図、やっぱ防御1段階落とされるってのが怖すぎるから。逃げよう、逃げるぞ。じゃあな、いや逃げよ逃げよ、もうそれでそれでだってやられちゃったら本当元も子もないんだから。いや迷うな、逃げよ。さすがにポケモンが倒せない。草むら見学ツアーなんだけど。これやってることだってサファリパークだぞ。いや問題は今日ライバル戦をやるかよ。でも今日やってもし負けて発芽しなかったらもう二度と今シーズンはできなくなる可能性がある。ジムで美味しい水もらえんじゃないか、これ。ジム入ってみよう。ヒマナッツ水もらえるかもしんない、タダで。くっそどいてくれ、水が欲しいんだよ俺は。トレーナーズスクールに早く入りたいな、ポケモンのこといろいろ知りたいんだよね。ヒマナッツ、ヒマナッツ俺どうしたらいいんだ、悩んでんだよ今。挑むか挑まないか。あ、ゴミ箱に俺の実が、クソないか。あら、マサのヒマナッツ、性格は意地っ張り、そのポケモンと一緒なら面白い旅ができそうね。今してますよ、まさに今まさにしてるところですよ。上にもなんか人がいる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなこれ、え、これあれじゃん、アブラムシじゃないこいつ。左上のいる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 、あそこまで行かなければこれイベント発生しないぞ。アイテム落ちてないかこれ途中で。あいつの索敵範囲に入らなければ。アイテムないっぽいな、やめとこやめとこ、もう無理だこれ以上近づけん。もうちょいで円に触れるところだった、アブラムシの。俺の前にあそこがあいつを見て、あれ歩いてくるかもしれない。あそこがあいつを見て、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 あそこがあいつを見て。お、レベル20だ、みんなレベル20になったぞ。よし、わかった、
挑むわ、挑む。ただちょっと作戦を考えさせてくれ。相手ポカブだけ、相手のレベルしかも8だよ今俺たちは半分以下のレベルのポケモン相手に勝つための作戦を延々と2時間半ぐらい考え続けてる。マサさんの計算では葉っぱカッターで確認なんですか？いや、確認ではない。相手は豚だが確認ではない。落ち着け落ち着け、深呼吸だ。俺がテンパってどうする。本当に戦うのは暇なっつなんだから。相手のポカブはレベル8、技は体当たり尻尾を振る火の粉。火の粉が非常にまずい。ヒマナッツの特防が今18なんだけど、特防18の場合食らうダメージは乱数にもよるけど、おそらく14から18の間になる。もう一個ちょっと期待できるところでは、ポカブは本当は頭良くないんじゃないのかという、ここはね分からないから作戦に組み込んではいないんだけど、ポカブが火の粉を打ってこない可能性も一応ある。行きましょう。あとは勝つだけだ。行ってくるぞみんな、牧場のみんな、俺勝ってくるからな。こんなすぐ来るんだ。お、いいぞ。鍛えるために来たんだろう。違うよ、来るために鍛えてきたんだ。よーし、どれだけ強くなったか見てやれ。かかってきな。しゃあ、見せてやろうぜ俺たちの努力の結晶を。レベルは8、行ってこい白星。レベル20だ、頼むぞ。葉っぱカッターだ、いけ。よし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 、でかいぞ。よっしゃ、あ、勝った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 、やったやった、もう勝ちだ。頼むぜ俺の相棒、そのぐらいなんてことはないだろう。いや、この勝負はもう俺の勝ちだ。一応今一番怖いのは白星が葉っぱカッターを外してポカブが猛火状態の火の粉を急所に当ててきたら一応負ける。多分それはないとしてシンプルに考えよう。白星決めてこい。しゃ、勝った、勝った、よくやった白星勝ったぞ。まさか負けちまうとはな、相棒に謝らないと。いや、よく戦ったよポカブは。なかなかだな。ポケモンの力を引き出せるようちょっとは考えているし、これなら俺のサポートとして頼れる。で、何しに来たんだ。え、タウンマップ。あいつめ、妹のくせに。お前もありがとうよ、早速俺の役に立ったな。にぎやかと思えばポケモン勝負だったのですね。いいね、若いね。誰誰って、僕はこの牧場のオーナー。隣にいるのは奥さん。ところで君たち、この辺りで僕のハーデリア見なかった？どこへ行ったか見当たらないんだよ。いつも2匹一緒なのにこんなことは初めてだから、ちょっと心配なんだな。え、なんだそれ、本当に心配なのかよ。ポケモンがいなくなったのかもしれないってのに。いい、俺が探す。マサ、お前も手伝え。僕はポケモンセンターに。なぜ彼は怒ったのわからないです。やった、レポートだ、勝ったぞみんな。さあ、じゃあ三木牧場の奥にハーデリアを探しにこれから行くところですかね。一個ね、注意しなくちゃいけないことがあって、あのキャンピングガールかな、女の子がいたらその女の子の視線に入らないようにしたいと思います。その子がクルミルを使ってくるんですね。慎重に一歩一歩進んでいこうかなと思います。これこっちだっけな、いなくなった。やべべべべべ、危なかった。ちょっと上から行こう。右行かなくてもいいかもしれないしな。お、ハーデリア、もっと奥に迷い込んだのか。よし、こっちか、こっちだ。勝負だ、キャーン。今の鳴き声見つかったんだな、よかった。じゃあオーナーを呼んでくるから、そいつのそばにいてやれよ。うおー、くっ、邪魔者め。俺は泣く子も黙るプラズマ団のメンバー。それにしてもハーデリアを追いかけていたらこんなところに迷い込むし、子供に見つかってしまうし、全部お前のせいだ。これでも食らえ。さあ来い。八つ当たりを手に入れた。もう白星には使えないだろうな。白星はもうめっちゃ俺のことに
俺に懐いてるだろうから。よし、この隙にひとまず退散。バトルじゃないんだ。まあ、バトルでもよかったんだけどな。あ、よかったこれハーデリアが急に牙を俺に向いてきたらお前なら勝てそうだわんって言ってハーデリアがバトル挑んできたら俺負けてるところだったわ。おー、ハーデリア、一人でこんな奥まで来ちゃって何があったんだい。何はともあれ君たちには感謝だよ。のんきだな。もしかしたら本当にポケモンがいなくなっていたのかもしれないんだぞ。もっと大切にしろよな。ありがとう、君と君のポケモンのおかげだね。すごいね。あれかい、アデクさんに鍛えてもらったの。いや違いますよ、この牧場のみんなに鍛えてもらったんですよ。あ、まだいたんだ、アデクさん。おお、友達にタウンマップを1日かけて渡せたようだな。ふむ、わずかの間にお前さんもポケモンも見違えるようだ。まあそりゃそうですね、レベルが5倍ぐらいになってますからね。よし、鍛えるのはなし。代わりにお前さんとポケモンの力を貸してくれ。いいですよ。あ、アデクさん、この人を鍛えてあげるの。でもこの人なんだか強そうだよ。おお、強いだろうな。だが負けて学ぶこともある。それに何よりポケモン勝負は楽しもうと言っているだろう。というわけでマサ、彼らの相手をしてくれ。任せてくださいよアデクさん。じゃあ僕のポケモンのかっこいいところを見せてあげます。楽しもうぜ、正々堂々戦おう。いいぞ、葉っぱカッター全然外さないね、偉いね白星。もっとアデクさんからいろいろ教わらないと。相性はそりゃ悪いけども、宿り木の種は一応、いやー打たなくていいか。おい、このバオップ夢特性じゃないよな。バオップの夢特性が猛火なんだけど。調べというかポケモン勝負は楽しもうってさっきまで言ってた人間とは到底思えない慌てようだけども、お兄さんも本気なんだ。オッケー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 、よかったー。いや焼き尽くすがあったらやばかったね。まあ、どんなバトルもね、警戒するに越したことはないから。石橋を叩いて壊そう。いやー実に心躍る戦いだったな。どのポケモンからも危機とした気持ちが伝わってきたぞ。アデクさん、アデクさん適当なことしか言ってなくないかさっきから。では頑張ったポケモンを元気にしよう。ヒマナッツ、マサのためによくやったなこの文章面白くないか。縁のなかったポケモンや人と出会う、それが旅の良さだな。マサ、非容疑にできた新しいポケモンジムだがな、ジムリーダーが到着したと連絡があったぞ。お前がどれほど強くなったか試してくるといいだろう。はあ、行くか。いやこれ、いやなんかこの順調っぷり怖いよね。さあどれぐらいの実力なのか見てやろう。ミネズミレベル9か。まあレベル9だったらいけるだろうな。鋭い一撃、これは楽勝だわ。あ、ちょっと今日楽勝だわすまんな、軽くひねってやった。君強いな、それともポケモンが強いのか。まあどちらもかな。もう一人の女の子に勝てればジムリーダーと勝負できるよ。このままいっちゃおう。強すぎる。いや日記書こうかな俺。7月15日、ヒマナッツは強すぎる、私の手には負えない。オッケーオッケー、問題ない。まかなりやるわね。だけどチェレンさんに勝てるの。あっさり勝つよ。え、そんな校長先生みたいな、校長先生の演説みたいな場所から勝負するのか。君にとって初めての事務挑戦であるように、僕にとってもジムリーダーとして初めてのポケモン勝負。お互い悔いを残さないようベストを尽くそう。そうだな。さあ最初のジム戦だ。レベル11、まあ若干高いけどこっちは20だ。相手奮い立てる持ってるから長期戦は避けたい。先手必勝、葉っぱカッターだ。よし、よく当てた。いやいやよーし、まだ笑うなよ今ナッツ、まだ口角を上げるのはちょっと早いぞ。ジムリーダーとして君の壁でやりたい。一撃で決めろ、葉っぱカッターだ。しゃよくやった、強すぎる。
そう、これがポケモン勝負なんだよ。あ、やばい、今回のポケットモンスターヒマナッツ無敗のままいけるかもしんない。ジムリーダーとして最初のチャレンジャーが君でよかった。素直にそう思える素晴らしい戦いでした。そんなポケモンと君の強さを称えるためにこれを。やったぜー、やりました。何もさせなかったな相手に。最強のヒマナッツだ。マサはチェレンからベーシックバッジをもらった。君の記念すべき一つ目のジムバッジはベーシックバッジ。そのバッジを持っていればレベル20までのポケモンなら人と交換したポケモンでも命令を聞いてくれます。勝ちましたね。いや本当に素晴らしいわ。初めてだぞこんなにちゃんと勝ててんの。この後隕石でも降ってこないかなっていう、なんか謎の不安が。こんなにうまくいっちゃっていいのかな。1個目のジムバッジをゲットできたので、新規ヒマナッツを1匹送りたいと思います。さあ何が出るかな。ダン16、つや姫。送られてくるヒマナッツはつや姫です。すごいスピードで今ヒマナッツが縦移動してた。来ました、マサからつや姫が送られてきた。慎重な性格、もらった卵がひよぎしていて帰り出会ったようだ。物をよく散らかす。あー似てるな俺と。つや姫が瀕死になった場合はソニアを植えます。濃いオレンジの花が咲き、よく枝分かれします。一株からたくさんの花を楽しむことができる。ドイツ産だ。でパーティー加入日が7月15日、植えた日、発芽した日はまだないので、ここは未入力と。で、ここで使えるか使えないかがここで分かると。丸×。で、さて、無事、ヒマナッツが2匹になりました。いや、これめでたいな、本当に。ここまで無敗だよ。行くよ、あんたのリセ、ぶっ飛ばすから。もうすでにぶっ飛んでんだよ。マサとヒマナッツは新たなヒマナッツを連れて新しい町に到着したのである。結構しっかりしたプランターだ。うちのバンドの演奏を聞いてもらおう。オンベース、ツヤ姫、ドラムス、ホワイトスター、イエーイ。俺たちがヒマナッツバンド、ヒマナッツザロックだ。頼む、あーマジかよ。え、すごいダブルバトルじゃないかこれ。やっていきましょう、ポケットモンスターヒマナッツ土作りのコーナーです。とうとうこの土作りのコーナーも4年目に、突入しました。というわけで、今年も早速植木鉢に土を入れていきたいと思います。こちら底石、まあ、軽石みたいのを入れてですね、水はけを、良くしてから、こちらの高級培養土の方を入れていきたいと思います。で最後にこちらの環境性肥料をちょっと散らすぐらい入れて、混ぜたら、完成ということで非常に簡単でございます。まあね、最初だし使うかどうかわからないので、ここは気楽にやっていきたいなと思います。では、土作り開始。こんな感じで、よし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 。あーでも半分以上使うんだな植木鉢。いやーすごい土の匂いが懐かしいな。はい、ここにですね、この観光石油を、これ毎回ねラムネみたいで美味しそうだなって思うんですけど、はい、混ぜていきます。うわーいいね、いいね、この土の感じ。なんかすごい塊もありますね。土の塊があるわ。はい、こんなもんでひとまず今年の植木鉢第1号完成ということで、まあこれね使うかどうかわかんないですけどね、ちょっと動画の進み具合によって正直使うかわからないんですが、ひとまずこちら第1号として使っていきたいと思います。